どうもハピネスワークのハピネスです。今回ですね、まあお知らせ系のまとめ動画をちょっと一本やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、天の声2020に関するね、お話がニュースコンソールにあるんですけれども、今映ってたやつですね。まあゲーム立ち上げて、こちらニュースって書かれているやつですね。ウォーフレーム始めたばっかりの人には馴染みがないかもしれないですが、一応ここはですね、あの DE デジタルエクストリームさん、まあウォーフレームの開発元さんが、まあこういうの実装するよとか、こういうイベントあるよ、こういうグッズ販売するよ、チェックしてみてねみたいな、ウォーフレームでやっているゲーム外でのコンテンツとか、そういった情報をまとめている部分になります。ニュースってとこですね。今最新が一番上のタイタニアプライムなんですけれども、今このちょっと18日前に来た天の声2020会場イベントに関するお知らせということで、天の声って何だかって言ったら、コミュニティイベントみたいな感じです。そう、カナダの方で毎年開催されている大きなねイベントっていう感じです。まあこの会場では来年こういうの実装するよとか、もうすぐこの大きなイベントを開催するからゲーム内でも楽しみにしててねみたいなお知らせをやるイベントでもあるんですが、それは毎年会場を設けて、やられていたそうなんですが、今年はデジタルイベントとして開催しますというね、情報があります。これ結論から言ってどういうメリットがあるのかっていうと、まあ、ウォーフレームは今後こういった新しいコンテンツを配信するとか、いろんなね、情報が、最新情報が受け取れたりして、まあ、ウォーフレームファンにはたまらない情報満載みたいな、そういう感じになっております。はい。で、天の声2020はね、完全デジタルイベントとしてということで、今までは観客とか呼んで大きくね、去年も自分はね、ツイッチ上で生放送で見てたんですけれども、まあ、今回はデジタルイベントということで、それもね、今、世間を騒がせている、こちらですね、新型コロナウイルスに関するやつですね。まあ、ハピネスの周りにはほとんどいないんですが、声のね、お仕事とかやってるんですけど、それのクライアントさんとかのチークはもうズブズブだっていう風にも言ってましたし、他人事ではないみたいな、もう身近な人たちの周りではやっぱ感染されている方もいてね、これ動画見てる人もちょっと気をつけてほしいなとも思うんですが、まあ要するにこの天の声2020はその新型コロナウイルスの影響によって、デジタル開催という感じですね。まあ自粛みたいな、今その DE のコミュニティディレクターの レベッカさんとかも自宅で生放送とかやられているぐらいなので、ということで、現在世界中で注目を浴びている新型コロナウイルスへの予防対策として、我々は天の声2020の会場イベントを中止させていただきます。これはもうしょうがないと思いますね。イベントの参加者及び開発チームの安全を重視してこの決断にしました。世界中の全天のが参加できるデジタルイベントを天の声開催日の7月12日に開催されるそうなので、まあこれでね、どんな風にやるのかちょっと俺もわからないんですけれども、まあそれを見ると、あの去年なんかはネクロスプライムがもらえたりだとか、エフェメラがもらえたりだとか、いろんなね、そうグッズというかゲーム内で使えるコンテンツなんかも配布されたりしてて、まあうん、そういう利点もあります。この天の声はね、会場でのイベントは行われませんが、今年もチャリティーパートナーのサポートを行います。いいですね。今年のチャリティーパートナーの寄付内容の詳細は後日公開されますということで、まあ多分コロナウイルス関連のね、チャリティーに毎年やってるんですよね。フードバンクとか、あと赤十字とか、そういうところにね、あのチャリティーパートナーとしてこうサポートしたりっていうのは DE さんが毎年やられていることです。うん、年末とかもやりますね。で、天の声の中止により、すでに予定を立てていた方はご迷惑を心から謝罪いたしますということでね、旅行会社へこっちに来る予定があった人は、早めのキャンセルをした方がよろしいでございますということで、こちらからね、そのコロナウイルスに関する最新情報なんかも確認できる場所もね、設けられていて、完璧ですよね、本当にね。いや、俺は回し物になりたい人だから、DE はすげえなっていうね、もう信者みたいなもんなんで、すげえなって、リスペクトだなって思うんですが、この天の声2020に関する最新情報、まあもちろん4月12日まで、日本時間ね、待っててもいいとは思うんですが、その前に、いち早く天の声2020に関する最新情報をゲットしたい場合は、ここに、メールアドレスを送って、フォローしますということでね、その最新情報を受け取りますみたいな、もちろん料金なんかかかんないですし、ここにね、OK です、同意しますっていうやつをね、こうチェックして、で、このまま送れば、その登録したメールアドレスに、天の声2020に関する最新情報がゲットできるそうです。なのでね、ぜひね、まあ、まだこれだけしか今配信されてないですけれども、
あのウォーフレームファンにはたまらないイベントの一つであることは今年も変わらないと思うので、ぜひねちょっと気にしてみてくださいというのが、ちょっと日本アカウントを持っている今ウォーフレームを始めたばかりの天の太刀に俺は言いたいことかなと思います。あの去年の2019年の天の魂なんかも暑かったのでかなりねまあ今回デジタルイベントになったとはいえかなり暑いのにはなるだろうなって俺も思ってるんで、いつも気合い入れてるんでね、はい、まだまだウォーフレームはねストーリーも完結してないですし、まあ今後の動向もねかなり楽しみであります。はい、というわけでね、今回は天の魂2020はデジタルイベントということで、そちらのメールアドレスに登録すると最新情報をゲットできるよ、7月12日楽しみだねという内容の動画をまとめてみました。はい、ではまたね別の実況動画でもお会いできることを楽しみにしております。ハピネスタークのハピネスでした。またね、バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画が参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。天の魂ねさんねさん、早く来てほしいなー。というわけで、ぜひねこういう情報も投げていきますので、チャンネル登録等もぜひよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。